光が丘今は、東京都練馬区光が丘にある区内最大規模の多機能複合型ショッピングセンターである。開設当初は、光が丘ライフステーション今と呼ばれていた。近隣の住民は単に今と呼んでいる。中央館、東館、南館の3つの独立した館があり、リビン、イオン、ダイソーをメインとし、その他に、専門店街には120の飲食店を含む。 専門店で構成されている。中央館4階には今、ホールというホールがあり、コンサート、寄せなど様々な催しに利用されている。今ホールは残響が多すぎもせず少なすぎることもないマイルドかつ鮮明な音響で、こうした好条件からクラシックのレコーディングにもよく使われる。中央館地下1階の専門店街には今、設立前に光が丘に点在していた。 個人商店が軒を連ねている。名称の今は、イマジネーションの頭文字と、ネリマの最後の三文字、現在という意味の今から名付けられた。1987年4月24日に、現在の中央館がオープンし、1992年4月17日に、東館及び南館がオープンした。オープン当初のキーテナントは、 当時のセゾングループの光が丘西部店と中日屋フランツだった。1994年3月1日の中日屋の大英への吸収合併、1998年10月の光が丘西部のリビンへの業態変更、そして2016年3月1日の大英からイオンリテールへの運営承継を経て、現在の構成になっている。なお、 大英においては2016年3月9日まで大英で営業が続けられ、同年3月12日にイオンに変更された。2000年4月9日まで東京テアトル海への映画館、光が丘テアトル声優が存在した。北側国際工業バス西部バス、南側国際工業バス西部バスリビン、光が丘店旧大英時代のイオン練馬店、併設している。 駐車場は各館に一箇所ずつあり、いずれも自走式である。中央館だけは立体駐車場になっており、センターと直結されているため、雨天でも濡れずに中央館へ入れる。しかし駐車場とセンターのフロアの高さが異なった状態で建設されたため、相互でフロア番号が異なりわかりにくい。平日は1000円以上。 土日祝日は2000円以上の買い物で最大2時間までの無料駐車が可能。ありがとうございます。